中国の習近平国家主席が明日の香港返還25周年式典を前に先ほど香港に到着しました。習主席は日本時間午後4時過ぎ、隣接する広東省深センから高速鉄道で香港に入りました。我的心、中央政府的心和香港同胞在一起。習主席が中国本土を離れるのは新型コロナの感染が拡大したおととし1月以降初めてです。高速鉄道を使うことで中国本土と香港の一体化をアピールする狙いもあるとみられます。